まずちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、井上理子です。はい、21歳です。はい、小学校6年生から中学校3年生まで、はい、MMA48 っていうグループに所属していて、はい、アイドル活動してたんですけど、はい、現役の頃から差し入れとかお弁当とかを人一倍食べ、なんかストレス解消みたいな感じでたくさん食べるようになってしまって、はい、うん、入った時は43キロとかだったんですけど、43、逆に細いですね、すごい細い。卒業する時は65とか、はい、20キロぐらい太って、もうそれ現役の時に、はい、でそのまま言えるように卒業して、で毎日なんかコンビニで買い漁って、はい、食べるっていう生活を続けた結果、はい、94.5キロになりました。はい、こっからその60何キロからのこの期間はどれぐらいなんですか？中学3年生からなんで、はい、6年ぐらい6年でかけて 30キロ増量になって、小6から中3での3年間で20キロ、はい、中3から21歳までの6年間で30キロ、はい、小学校6年生から50キロ、はい、50キロ、はい、それはなかなかですよね。逆にそれが太れるのも逆にすごいというか、それぐらいのやっぱ当時の辛さがあったのか、その終わってからも何かそういう、あ、そうですね、なんか劇場公演、はい、うん、の前に大体みんなご飯食べて、はい、そのまま公演が終わって帰るっていう感じなんですけど、それが大体今10時半とかにみんな帰るんですけど、はい、もう終わった後にすごくお腹がいつも空いてて、はい、余ったお弁当とか、はい、なんか差し入れ置いてたものとかを、はい、もう人一倍こ食べて帰るみたいな感じで太っていきました。はい、なんかそれってなんか元々って、その家系的に体の大きい母親がいたりとか、お父さんとか、全然あれですか、言える範囲でいいですけど、なんか元々家系的に太りやすい家系なんですよ、なのか。お母さんも、私と同じぐらい太ってます。それもお母さんもちょっと年々年を重ねてって、あ、そう、なんか若い時は痩せてたって言ってました。あ、へえ、なるほど。自分としてなんかその時の終わってからこう思う何か思いとかってあったんですか？なんか言える範囲で大丈夫です。はい、なんか思いがなんかこう強くて食事に走ってしまったのか、はい、良さをそこから知ってしまったのか。その当時は研究生っていう立場で全然自分がこう選ばれない辛さとか、どう頑張っていいのかわからない、はい、今思うと小学校6年生とかだったので、はい、どうやって人気が出るとかっていうの全く分かってなくて、はい、こう同期がどん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 こう押されていく中で、はい、自分はどんどん端っこに寄っていく、うん、状況からこう逃げるような形で多分食べて、はい、まあ、ちょっと抑えてた、それで辛さをごまかしてたっていう部分はあったかもしれない。ちょっと話戻っちゃうんですけど、NMB にその入りたいっていう経緯は、結構なんか小さい頃から夢で人前に立ちたいとか、そういうのもあったんですか？きっかけは母親がオーディションに応募したんですけど、はい、でももともとその小さい時から結構歌ったり踊ったりは、こう人前でするのは好きでした。なんか今現状として、今夢とかってございますか？誰にも言ってないんですけど。お逆にありがとうございます。痩せることができたら、はい、演技に挑戦してみたくて。お芝居ですか？はい。女優っていうことですね。はい。絶対いいと思います。はい。だから、もともと表現者っていう形であれば、やっぱりもう一度夢を追うのってすごい素敵だと思うので、うん、ぜひぜひそれは僕も応援させていただきたいですけど、二つ聞きたいんですけど、一、はい、つが、自分で決めたルールを守れない。最初は守れるけど、なんか最終的にちょっと分かる。そうですね。それって誰かと一緒にやっていくこともいいと思うんですよね。一人だとそれが弱くても、誰かがいればこう切磋琢磨できると思うんで、はい、それもトレーニングと関わったとしたら一緒に歩み寄っていけると思うんで、はい、そこは多分今後は大丈夫だと思います。なんかもう一個が、はい、こう今までのなんか人生でこう太ってて一番困ったこととかあれば。恋愛ですかね。友達とかがいい人を紹介してくれて、はい、LINE とか電話とかで仲良くなっても、はい、会う勇気が出なくて結局会えないまま終わっちゃうみたいな。それは結構 LINE 上では盛り上がって、あ、遊ぼうよとか。そうなんですよ。でもなんか私が、はい、いや、でもなんか自信がなくて、絶対会ったら嫌われると思っちゃうから、もったいな。感じで、それってそううまくいかなかったです。うん、それはなんかこう自分のなんか、今現状ね、見ると、なんかこう、会うまではできない。で、コミュニケーション取って楽しいけど、やっぱあともう一歩踏み出せないっていう。そうですね。ありのままを見せるのが怖いって思います。へぇー、はい。今後のこの体重をこう管理していく上で、3ヶ月最後企画だと思うんですけども、はい、で、今理想の体重ってどれぐらいお伝えですか？
まあ週3は最低来ていただけるっていう感じで、はい、自分の中で大体でいいです。もちろんなんか、うちとしてはもう有酸素も多いので、はい、まあ最初にパンチキックを覚えていただければ、まあ徐々にですけど、こう、どんどん落ちてくると思うので、うん、まあ2桁ちょいはいけるんじゃないかなとは思っているんですね。一応こちらとしては。でもまあ80代を切りたいですよね。そうですね。はい。やっぱ60とか行くとなんかちょっと安定してきますよね、多分、精神的に。高校の時が結構60キロ前後とかだったので、はいはい、とりあえずその時には戻りたいなと思ってます。うん、戻りましょう。はい。で、役者になるわけじゃないですか。女優になって。はい、きっかけはあったんですか？それから辞めてから女優になりたいっていうなんか、目標できたきっかけ？きっかけは特にないんですけど、はい、ドラマとか見てたりとかすると、うん、自分もやりたいっていう気持ちになんかなってくるという、うん、演技が上手な俳優さんとか見ると、はい、なんかかっこいいなと思って、はい、私もその世界に入ってみたいなとか、うん、そのいろんな仕事がある中で、はい、一番考えた時に、はい、こうなんかワクワクしてくる毎回新しいものを、はい、じゃあまず今自分の自信を持ちたいってことですよね。もともとあった自分のいい時の状態になり、今のその大人の考えで体をしっかり仕上げて、で女優として私を見てっていう表現をもう一度したいわけですもんね。芸歴もすごい肩書きをお持ちですし、なんかそれは一度はなんか自分の中でやめてしまったかもしれないですし、はい、一度はこう決めたことを自分でまた破ってしまったとか、太ってしまって、なんか自分の中でどんどん自信なくして好きな人にもアピールできなかった。でもそれが今後できるようになったら、この経験も逆に言えば誰よりも経験、なかなかできなくないですか？ですよね。自分一時期90何キロあったんですよ。はい、えみたいな。すごくない？全然見えない。めちゃ綺麗じゃないですか。って言われる自分の未来って楽しみですよね。はい。はい、そういう風に本当に現実があるように、現実味があるように、僕たちもしっかり体を変えていくので、笑顔 で女優をやってる姿をぜひ見れるように、はい、応援しますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ最後にカメラに向かって意気込みを何か一言でもいいです。何かお願いいたします。絶対痩せて、可愛くなります。頑張ります。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。3月間よろしくお願いします。よーい、スタート。そう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 。あと10秒。